おはようございます。サキチャンネルです。朝です。昨日の夜食べたイワシの骨が喉に刺さっているようで非常に気分が悪いです。まあ今日は昨日の夜ね食べて、で翌朝まで痛みがあるようだったら刺さったまんまになってる可能性があるらしく、病院行った方がいいということなんで、多分、今日朝ごはんなんか食べるんで、あの前の例の山芋ふわふわ焼きかっこ冷凍、これ食べて骨取れなかったら病院行きます。とりあえずもう今日多分病院行くことになるだろうが、この辺全部カットするわ。食べ終わった時にまた戻ります。食べ終わってもダメでした。痛み変わらず違和感がありなので病院に行きます。めんどくせえ。朝から病院に行くのか。やっぱ肉かな。せっかく十和田までやってきたんで、ちょっとまずはねちょっと図書館で本を返そうと思います。まあちょうどいい時間だな。ここで本を返してから病院に行く、そんなルートを取りたいと思います。今図書館の第2駐車場というところに停めています。まあ割とね綺麗な図書館なんだよね。入り口までしか、皆さんお連れすることはできませんが、入り口までお付き合いください。コンクリ作りです。雪はもうこの通りどっさり、十和田もやっぱ雪めちゃくちゃ降るよね。てかこっちは寒いらしいからね。なんならね外から映すとこんな感じ。まあほとんど見えない。じゃあまたちょっと本返してこれから病院行きます。ささっとね、ちょっと遅れちゃったんだけどね、ごめんなさいね。そしてさらに、耳鼻咽喉科やってきました。今第2ここ十和田耳鼻咽喉科というところにやってきたんだけど、駐車場が第1駐車場が今満タンで、第2駐車場という向こうに止めざるを得なかった。それぐらい混んでるわ、超絶混んでる。果たしてな、今日は12時まで行けねえかな、無理かな。まあいいや、行ってきますわ。あっさりね終わりました。あの切る顔とあっさり、1時間待たないくらいで、診察が済んで支払いまで済みました。めっちゃ早い。いい病院です。十和田にあるこの病院、先生もいい先生だった。看護師さんもみんないい人でした。支払いもよし。すべてよし。骨も取れた。骨はね、なんかね、ちょうどね、猫の毛みたいなね、やつだったんだけど、見た目大したことなそうだけど、結構硬くて。よかったわ、取れて。いや、すっきりした。やっぱこういう時病院行くもんなんだな。普段病院行かないけど。ということで、で、今ね、実は向かってるところがあって、今日は、地域おこし協力隊の仕事でちょっとお世話になっていた、その、まあなんだろ、猟友会の方がいて、でその方から、なんか、ちょっとイノシシ出た跡があるから、ちょっと取り来てくれって言われて、その動画を、ドローンで。なんで今、実はドローンも今、リュックの中に積み込んで、来てます。なんで今、直行で向かってます。いや、今日はね、いや、今日はゆっくり家で、なんか、事務作業でもやろうかなって思ったんだけど、急激に忙しくなってきたわ。ということで、今から行ってきます。そんなわけで、ドローンを持って、山の奥に行ってきました。これは、まあちょっと撮影してきた、ドローンで撮影したやつなんだけど、まあちょっとね、それだとなんだか分かりづらいかもしれないけど、ここがイノシシが食い荒らした跡です。まあこれに関しては、いつか、しのへチャンネルの方でもう少し詳しく取り上げることができたらなと思うんだけど、もうちょっと時間かかるかな。とりあえず先出して、まあこんな撮影なんかもね、たまに同行していったりしていますよという、そんなワンシーンです。まあそうなんですわ。この辺の雪をこう掘り起こしてなんか土を漁ってるというか、そんな感じで取られた、イノシシ君がこれ。まあ本当はもっとねえぐいやつがあるんだけど、まあとりあえず今日は これぐらいで勘弁 しときますわ。ちょっといきなりえぐいのドンもあれなんで、だ見たい人多分多いと思うんだけどね。まあまあそんな感じです。ちょっといろいろとね、ここのところ、まあ骨は喉に刺さるは緊急出動でなんか撮影に出かけたりでね、なかなかね私も忙しくて、まあ、このような日々を送っております。こんなところ、ちょっと短いけど今日はこんなところでね。ほな元気でね、またね。